すぐそばに日本カモシカいます。すぐそばです。日本カモシカあんまり近寄らない限りは多分防衛本能みたいなのはないと思うんだけど、どこ行った？います。あれ多分画像では捉えきれてないだろうな。見えてるんですけどね、私からは。頭白いからね。あ、蝶々飛んでるところ、蝶々、あの蝶々飛んでるところ、あそこにいます。まだ頭少ししか見てない、見えてないからな。あ、見えるかな。岩のところ、岩のところの方に上がっていっています。何か探してんだな。何か食べ物探してんじゃない？多分私のところからだいたい100メーターぐらい、あの岩場の、ちょうど左側の下の方にいます。斜面のところに。ほら、見えました？なんか探してるね。食べ物探してんだな、絶対。うん、食べ物探してますね。何か食べ物探してんだろうね。いますよ、すごい。今耳しか見えてないな、多分。今は耳しか見えてない。あの蝶々飛んでるとこの先。今は耳しか見えてないな。見えてますかね、蝶々飛んでるところ、蝶々飛んでるところ。あれは日本カモシカですね。見えました？ほら、岩の左側歩いてます。もう帰っちゃうのかな。さっきね、あの道路の方から反対側からね、渡ろうとして、私にね、クラクション鳴らされて、また山の方にね、ちょっと戻ったんだけど、なんかね、食べ物探してんだね、多分ね。食べ物探してね、この岩場の周りぐるーっと一周したみたいだね。何の食べ物探してんのかな、よくわかんないけど。ここ河口なんですけども、ここにいるんですよね、カモシカ。ここら辺一帯にはいます。確かに前にもね、もっと上流の方で見たことありますけども、いるんだね、やっぱりね。いました。見えました？日本カモシカ。あれ、日本カモシカですよ。あれ、日本カモシカです。アップでちょっと写真撮ってみます？ほら。なんか食べてるね。新芽食べてんのかな？なんか食べてますね。これ撮れるかな？こうやって見るとなんかね、イノシシみたいだよね。カモシカというような、そういった鮮やかな感じではないよね。カモシカと言われても、みたいな。そんな感じしますよね。カモシカなんですけどね。バンビちゃんとは違うカモシカです。これは日本カモシカ。車ガンガン通ってるところにいますよ。日本カモシカです。角がね、多分20センチぐらいあんのかな、あれ。そのぐらいありそうな感じの
角だね。ちっちゃい角ついてますね。いるんだね、ここら辺にね。一人で暮らしてんのかな。なんか一生懸命食べてるね。新しい新芽食べてんだろうね。柔らかい草。さっき山の方からね、斜面降りてきてたんですよね。あ、食べてる食べてる、ほら、いっぱい食べてる。邪魔したかわいそうだよね。邪魔しないようにね。で、また向いた。また向いたね。北海道でもね、バンビちゃんね、このチュ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 って私の口の音でね、こっち向いたり、あと、向いたりこっち向いたりね、なんか飛び跳ねてたりしましたけどね。さすがにね、声を聞いたらね、なんか私の声を聞いたらね、さーっと逃げちゃいましたけど、このチュ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 っていうやつはなんかね、なんだろうね、鳴き声、何から鳴き声に聞こえるのかな。反応がすごいよね。ほらほら、反応してる。食べてるね、いっぱい。これ日本カモシカです。そんなに可愛くはないけどね、カモシカとはいえ、カモシカなんだよね。カモシカなんだよね。あれ、冬になるとね、ふさふさな毛が 出るからね、今度ね。多分今夏だから湯気なんだろうけど、冬になるとね、もっとこうヤギのような、本当にね、こうふさふさな毛になりますね。向かないな、もう私のこの口の音では。一生懸命食べてる、すごいな。もう帰っちゃうのかな、山に。少しずつ食べながら上に上がってるね。美味しいんだろうね。どんな葉っぱを食べてるんだろうね。さっき結構葉っぱのでかいやつ食べてたよね。そんな葉っぱのでかいやつなんかあるかな。帰っちゃうかな。あ、もう帰っちゃうかな。あ、帰っちゃうかも。道路渡っちゃうかな。びっくりした。うおー、トラックでびっくりした。トラックでびっくりしたね。あれ、どこ来たんだろう。下くぐったのかな、かもしれないね。渡ろうとしてるね。渡ろうとしてるね。あ、渡る渡る。道路渡っちゃいましたね。道路渡っちゃった。道路渡っちゃいました。向こうに行っちゃいましたね。
今斜面のところ、斜面止まんないで、斜面のところにいます。斜面でもまたなんか食べてる。さっと渡ったね、今ね。さあ、もう帰るのかな。帰るかもね。じゃあねー、バイバーイ。お、斜面上がってった。まだ食べてるね、あそこで。まだ食べてますね。早く帰んな。もうお腹いっぱいなんじゃないの。一生懸命食べてるな、なんかあれ。まあ一日ね、多分一日かかって食べるんだろうな、一日分な。多分そうだと思うけどね。一日かかって一日分食べるんだろうね。車来ちゃった。まあいいか。まあいいから車来てもいいから。帰るよ。帰っちゃうよ。もう向かなくなったわ。わかったかな。もう君うるさいよみたいな感じなんだろうね。お、食べた。先っちょの新しいのだけ食べた。そういうの食べるんだね、やっぱりね。先っちょの部分だけね。さあ帰ろうか。ずーっと上がってくんだな。あそこ道あるね。あ、ずーっと上がっていけるように道があるね。あー、あそこ降りてきてんのか、こいつ。あそこ道があるもんね、ずーっと。あれ、上の方に上がっていく道が。あれ、あれ上の方に上がっていく道がある。多分人間でも上がっていけそうな感じ。よく渓流田舎あるような、そんな感じの道だね。やっぱもう道になってんだ。あそこ降りてきてんのか。止まったね、あそこで。またちょっと反応したかな。早く行きな。トラック来ちゃった。なんか隠れちゃったな。あれ？座っちゃった。座っちゃったよ。座っちゃったね。疲れたか？疲れちゃった。あーあれ、木のところに座っちゃいましたね、完全に。恥ずかしいの。木のところにね、完全に座っちゃいました、もう。腰下ろしちゃいましたね。休むのかな？休んじゃうのかな？行っちゃうよ。帰っちゃうよ。あ、なんかしてるな。隠れてんのかな。
なんかしてるな。休んでんのか？お休み？休んでんのか？あれ、おまわりさんじゃないよね。うん、違う。じゃあ帰っちゃうよ。